ぷっぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日の動画はこちら、京セラのコードレスポリッシャー BRSE1800、 こちらを使っていこうと思います。こちらのポリッシャーは前からある京セラの RSE1250 のコードレスバージョンということで、最近新しく出たばかりの商品です。RSE1250 の時から言っていますが、家庭用で使うポリッシャーとしては最も使いやすくて優秀なポリッシャーになっています。今回はそちらのポリッシャーのコードレスが新しく出ましたので、今回使っていこうと思います。この動画はこれから車磨きを始めたいという方も見ると思いますので、今日はこのセット内容でどこまで磨けるのか、そしてどういった時に使うのか、使い方なんかも解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは早速 BRSE1800 こちらを見ていきます。まず価格の方ですが、私はスーパーオートバックス小山店でこちらを買いました。価格の方は21,000円くらいでした。 Amazon の価格も同じくらいですね。そして次にセット内容はこんな感じです。まずこちらの専用ケースがついていて、充電器ですね、それとバッテリーと付属のスポンジバフ、そして本体になります。確かに RSE1250 の時と比べるとコードレスになってますので、価格はやや高めになっています。ですがこれが全部入るケースもついていたりしますので、これとても便利ですよね。それでは次にスペックの紹介をしていきます。まずはですね、オービット数についてなんですが、オービット数は1250の時と変わらず 5mm となっています。オービットというのはポリッシャーを回した時の変身量になります。ポリッシャーの中心からどれだけ動きますよっていう目安になりますね。一般的にオービット数が高いと一度に広範囲を磨けますが、その分研磨力も高くなる傾向にあります。ですが逆に細かいところは磨きづらいというデメリットもあります。では京セラのこのポリッシャーのオービット 5mm というのはどんな問題と言いますと、これは初心者さんでも比較的扱いやすい数値になります。私たちが使うプロ用のポリッシャーでルペスというメーカーがあります。このルペスもオービット数は様々ですが、だいたい 12mm、15mm、21mm とあります。今回のこの京セラのポリッシャーはこの 12mm の半分以下になりますね。なのでこの数値っていうのも初心者さんが扱いやすい理由の一つです。よく車磨きはプロだけが行うもの、また車磨きをすると塗装が飛ぶとオーバーに表現している方もいます。ですが車磨きはリスクの少ない道具や機械を組み合わせればまず失敗するっていうことがないんですね。私もこの RSE を使って自分で車磨きをしている人を何人も見ましたが、この機械を使って取り返しのつかない失敗をした人は見たことないです。なので皆さんも安心して車磨きにチャレンジしていきましょう。続いては回転数を見ていきます。回転数は1分間にどれだけ負荷をかけずにポリッシャーを回しますよという目安の数値になります。 RSE の場合は1から6までダイヤルがありまして、ダイヤルが大きくなれば回転数も大きくなっていきます。目安の回転数はこんな感じになります。こちらはコード付きタイプと比較するとそこまで大きな差はないんですが、やっぱりダイヤルが大きくなっていくと研磨力はコード付きタイプの方が強くなります。なのでしっかりと研磨力も欲しいという方はコード付きタイプを買いましょう。続いてはバッテリーについてです。こちらは連続稼働時間の目安がだいたい15分から20分くらいになります。この時間だけ聞くと車全体をこのバッテリー1個で磨くのはちょっと難しそうですよね。バッテリーは別売りで単品で買うことはできますので、もし足りないと思った方は検討してもいいと思います。ただこのバッテリーすごくいいところがあって、はい、こんな感じで取り付けるとなんと自立するんですね。なので脚立の上だったりとかラックにちょっと立てかけるっていうこともできるようになりました。今までコード付きタイプのポリッシャーだとどうしても安定感がないので、こういう風に置いてしまったりとか、裏返しても結構安定感がないのでかなりグラグラしてしまってたんですね。ですが今回からこんな感じで自立するようになりましたので、これすごく便利だと思います。それでは早速 BRSE1800 を使ってどれだけ磨けるかどうかを見ていきます。まずはこの付属のスポンジバフを使ってどれだけ磨けるか見ていきます。バフの付け方なんですけど、マジックテープになっていますのでベタッつけるだけですね。ただここでポイントがあって、ちゃんとバフの真ん中にポリッシャーをつけることです。どっちかに偏っていたりとかしてしまうと危ないので、しっかりと真ん中につけてください。
それでは続いてコンパウンドについてです。さすがにコンパウンドは付属していませんので、今日私は車磨き系 YouTuber の WCWorks TV さんから出ている The One のコンパウンドを使っていこうと思います。ただコンパウンドに関しては市販のものでも全然大丈夫です。でこの The One のコンパウンドは2種類ありまして、緑の方がメサイア、青の方がセイバーです。このメサイアの方は木付けしから仕上げまでオールインワンでできるコンパウンドで、セイバーの方は仕上げ重視っていう感じになります。じゃあ順番としては、はい、まず緑のメサイアで磨いてもらって、うん、2周目以降はセイバーで仕上げる、そういった順番ですかね。そうですね、その使い方がいいと思います。続いてコンパウンドの取り方です。まずはコンパウンドしっかりと振ります。研磨剤が結構下に沈殿しちゃったりするのでしっかり振って、で大体このバフの上に4点ぐらい小豆粒を取ります。これヌーさん、コンパウンドを取る場所なんですけど、はい、大体外側の方に取ればいい感じですか？うん、そうですね、バフの外側から指1本くらい開けた位置に取ってあげるとちょうど磨きやすいです。それではまず最初に N ボックスのボンネットを磨いていきます。この N ボックスなんですけど、そこまで深刻なダメージとかはなくて比較的綺麗な状態ではあるんですけど、やっぱりオレンジライトの周りは水しみとかちょっと線傷がついちゃってぼやけてますよね。ここを磨いていきます。で先ほどコンパウンド取りましたね。これをまず広げていきます。これちょっとスタンプを押すような感じで広げていきます。これよく磨き屋さんやってますけど、うん、これはなんでですか？こっちの方がコンパウンドを均一に広げられます。で初心者さんとかだとここにコンパウンドつけていきなり回してしまうとコンパウンドがブワーっていろんなところに飛び散りますので、それを防ぐという意味もあってこんな感じでなじませていきます。回転ダイヤルについては初めて磨く方は2から3ぐらいでいいと思います。そして慣れてきたら4、5とどんどん段階を上げてってください。で今日私は3で一度やってみます。でまずはコンパウンドを均一に広げていきます。スピードはこれくらいでいいです。広げたら磨いていきます。こんな感じです。ほんとスピードもこれくらいで力も全然入れないです。撫でるぐらいですかね。そうです、そうです。スポンジバフの場合は仕上げで使われることが多いと思うので、もう全然圧は入れないです。で逆にプールとか傷をすっごく深い傷取りたいっていう場合はもうちょっと力を入れたりなんかもしますけど、スポンジだったらこれぐらいでいいですね。でコンパウンドがなくなるまでしっかりと磨いていきます。する感じでいいんですかね？そうです、そうです。もう縦横往復で。あ、コンパウンドが切れてきましたね。そうそう、コンパウンドがなくなるのをコンパウンドが切れるっていう風に言うんですけど、もうそれを目安にどんどん磨いてください。であんまりなくなった後もずっと磨いちゃうと今度磨き傷が入っちゃったりするので、程よいところでやめます。これぐらいでやめていいと思います。拭いてみます。磨き終わったらしっかりと拭いて、まあ、粉とかがあると見えづらいのでその粉を除去してしっかり傷をチェックしてください。最初に比べるとまだ半分の半分、これぐらいまでしか磨いてないんですけど、だいぶはっきりしたのがわかるかなと思います。では残りの半分磨いていきます。でここでポイントがあるんですけど、ポリッシャーはしっかりとボディに対して平行にしてください。どっちかが浮いていたりとかこう偏ってしまうとしっかり磨けないので、ちゃんとこういう感じ面に対して平行になるように当ててください。
でこうちゃんと一定の回数で均一に回転してるかっていうのをしっかり見てください。同じリズムで磨けてるかというところですね。ちなみに縫さん、ちょっとわざとパッドをちょっと浮かせてもらってもいいですか。こんな感じ。パッドを浮かせるとちょっと回転がおかしいの分かりますかね。なんかスムーズじゃないですか。そうそう、あとこういう感じとか。あ、止まってますね。止まっちゃってます。止まってると磨けてないです。なので水平にしてちゃんとバフが回転してるか見てください。で、初心者の方分かんなければバフに縦ライン書いてもいいです。マジックとかで縦ライン書くと回転してるかどうかチェックしやすいので、そういうのもやっていいと思います。だいぶコンパウンドが切れてきたのでこの辺りで終了にします。はい、それでは今メサイヤと付属のスポンジバフを使ってある程度綺麗に仕上げられましたので、続いてはこちらセイバーを使って仕上げの作業をしていきます。で、ここで注意点なんですけど、もし途中でコンパウンドの種類を変えるときはこういうバフもしっかりと変えてあげてください。こっちが先ほどまで使っていたバフなんですけど、これにはメサイヤの成分がついちゃってます。洗えばある程度取れて繰り返し使えるんですけど、もしその日中に次のコンパウンド使いたい場合はバフも変えましょう。今回はこっちの赤いものでセイバーをやっていきます。こちらもスポンジバフですかね。はい、これも同じようなスポンジバフになります。回転数はどれぐらいでやりますか。回転数はさっきと同じ3とか、もしくはもうちょっと遅くてもいいと思います。今日は同じく3でやっていきます。仕上げる感じですね。あんまりもう追わず艶を出していく感じです。ちょっとポリッシャーも早く動かすんですかね。そうね、ポリッシャーの手の動きもさっきより早いのが分かると思います。で、同じく圧は全く入れないです。圧入れちゃうとしっかり綺麗に仕上がったのにまた磨き傷が入っちゃったりするので、圧は入れないです。コンパウンドが切れるまでしっかり磨きます。で、あんまり磨くときは広範囲を一気に磨こうとしちゃダメです。狭いところをちまちま磨いてた方が絶対に綺麗に仕上がります。まあ、だいたい40センチ30センチ四方、マイクロファイバーサイズぐらいをちまちまやっていきます。綺麗だよね。で、2周目入れてあげると1周目でどうしてもこう曇りだったりとかコンパウンドの焼き付きとかが出ちゃってたんですけど、それがしっかり綺麗に取れました。で、色もね、結構こう黒としてるかなと思います。はい、というわけでセーバーを使った仕上げ磨きまで終わりました。完全にライトをバッチリ照らしてるとこんな感じの状態ですね。だいぶツヤが出たかなと思います。ツヤツヤですね。ね、結構ツヤツヤだよね。で、ハニカムライト消すとこんな感じです。オレンジライトの周りがやっぱりボヤボヤしていたんですけど、それが取れて結構くっきりした印象になりました。本当はもっとウールバフとか低反発スポンジとかそういうのを使えばより綺麗には仕上がるんですけど、今回は初心者さん用の動画になりますので付属のスポンジなどで仕上げてみました。付属のスポンジでもこれだけ綺麗にしっかりと仕上がります。ではマスキングを剥がしていきます。いきます。でも全然ツヤ出てますよ。そうだよね。わかります、わかります。あー、すごいね。境界線より右側こっちの方はかなりこう白ぼけてる感じですね。水しみとかでこうくっきりとも映ってないですし、ちょっと白ぼけてる感じがします。で、それに対して磨いた方はまず色味が全然違いますよね。そしてライトの映り方なんかもくっきり映ってると思います。透明で見てもバッチリわかるね。すごいね、コードレスでこれだけしっかり磨けるのは。
それでは続いては車を変えてニーチクラウンでやってみます。でこのニーチクラウンも最近ちょっとお手入れあまりされてなかったのでちょっとこうくすんでる感じなのでまた半分だけやっていきます。で今度はバフも変えてウールバフプラスメサイヤで1周目をやってその後にスポンジバフプラスセイバーで2周目を入れていきます。やっぱりコードレスなのでこういう奥やりやすい。コードがついてるとどうしてもボディに当たらないように肩にかけたりとかちょっと煩わしいんですけど、まあ、結構小回りが効くっていうのがいいですね。で回転上げて5ぐらいでやっていきます。わお、結構パワーある。パーツはどれぐらいですか？パーツは先ほどの N ボックスよりは若干入れてます。やっぱりダメージはクラウンの方が大きいのでちょっとだけ加圧してます。であと5とか6になると結構ポリッシャー自体も暴れやすくはなるのでこうしっかり抑えるという意味でも若干圧を入れてます。加圧してない時の音を聞かせてもらっていいですか？加圧してないとこれぐらい。加圧してみてください。加圧するとこれぐらいです。あ、ちょっと音変わりますね。そうそう、ちょっと音変わるよね。でも結構ポリッシャー自体がやっぱりバッテリーがついたことによって重いんですよね。なのでポリッシャーだけの重さで磨いても軽度な傷とかダメージであれば全然取れると思います。1250より研磨力ちょっと強い気がする。体感は重いからかもしれないですね、うん、1250はやっぱりカスタムしないとちょっと研磨力が上がらないっていう感じでしたけどカスタムしなくても割と強い。じゃあ次セイバープラススポンジやっていきます。あ、4ぐらいがいいな。5、6は結構暴れるんで慣れてきたらでいいと思います。結構綺麗に磨けたんではないか。え、結構綺麗じゃない？ちょっと粉飛ばしてみます。では今2周磨き終わりましたのでマスキング剥がします。うん、はい、こんな感じですね。やっぱり色味が変わってきますよね。見せ光面はちょっと白ぼけてる感じで施工した面はしっかりと黒が出てきてますね。でこのクラウンに関してはやっぱりちょっと強めの水しみとかもあったんですね。でこういう平面になっているところは結構水しみができやすいポイントなんですけどこの辺りとかの水しみも、まあ、割と取れてるかなと思います。やっぱり業務用として使うのにはちょっとパワーが足りないですけど、まあ、一般の方が DIY レベルで使うんであれば申し分ない除去力かなと思います。はい、というわけで今回は京セラの BRSE1800 こちらのポリッシャーを使ってみました。今もですね、この距離からカメラで見てみても境界線がくっきりと出ていますよね。それだけしっかりとツヤも出せましたし割と研磨力もありましたので確かに業務用で使うならちょっと物足りない感はありますけど DIY レベルで使うなら全く問題ない研磨力かなと思います。それと気になるバッテリーの稼働時間なんですけど今日私はこの撮影でその間バッテリーが切れるっていうことはなかったですね。なのでぜひ皆さんもご自身の磨きたい範囲に合わせてこのバッテリーを増やすかどうか検討してみてください。それと逆にあえて気になるところを言いますとやっぱりこのポリッシャーですねコードタイプのものと比べるとバッテリーがついてますので結構重いです。それとバッテリーの残量が確認できるランプがついてるとより使いやすかったかなと思いました。なのでこのあたりは改善されることを楽しみにしています。で途中にも言ったんですけど研磨はそんなに怖いものではないです。
覚えてしまうとできることもだいぶ増えますので、ぜひ皆さんも研磨を覚えて下地を整えたり、ワックスを塗ったり、ツヤを出したり、いろいろ楽しんでみてください。こちらのポリッシャーは概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。